はい、こんにちは、酒井です。今日は今までもそのワンちゃん猫ちゃんをどういうところで迎え入れるかっていうことを動画で紹介してきたんですけれども、僕が思うこういうペットショップでワンちゃん猫ちゃんを迎え入れてほしいっていうような、そういった動画を解説していきたいと思います。ではそのこういう資料がありますので、こちらの資料をもとにですね、ちょっと紹介をしていきます。で、一応こちらにグラフ出しておきますので、ペット入手時の情報源っていう内容なんですけれども、まずペットを購入する際ですね、どこからの情報をもとにそのペットを購入しているかということなんですけれども、ワンちゃんについては半数以上がペットショップからの情報をもとにワンちゃんを購入しています。猫ちゃんについては、まあ、結構友人、知人、インターネット、ペットショップっていう順になっているんですけれども、まあ、特にワンちゃんはペットショップからの情報をもとに、購入を決めているっていうケースが多いです。実際のペットの入手先、こちらもやっぱりワンちゃんについては半数以上がペットショップで購入となっております。次いでブリーダーから直接購入、友人、知人からもらったというような流れですね。猫ちゃんについては、野良猫を拾った友人知人からもらったペットショップで購入、こういった順序になっております。今のこの話、データから分かるようにペットショップがその一般 の、 そのお客様ですね、飼い主様になられる方たちに、もたらすものっていうのは非常に大きいんですね。ペットショップの店員さんが正しいことを飼い主様に教えてあげなかったら、その人は間違った知識をもとに飼育していく、購入してしまう形になってしまうんですね。信頼できるペットショップを見極めて、そのワンちゃん、猫ちゃんを購入する必要があるということです。じゃあどの情報を信用すればいいのかっていうことなんですけれども、ペットショップからの情報、まあネットからの情報、ブリーダーさんからの情報と、まあ友人知人とかいろんな情報がありますけれども、僕が思う、まあ一番その確実な方法っていうのは、ペットを販売していないペットショップであったり、美容室ですね、ペットサロンであったり、まあ動物病院であったり、そういった方々からお話を聞いて、まあ知識として自分の中に取り入れるっていうことが、まあ、一番その間違いがないんじゃないかなというふうには思います。まあその人たちっていうのは結局そのワンちゃんや猫ちゃんの販売をしない人たちなので、まあ嘘をつくっていう必要がまずないですよね。正しいことだけをきちんと正確にその方に教えてあげるっていうことができるというふうに僕は思ってます。まあ、正しい知識を持っているかどうかを見極める必要はあるんですけれども、まあ、その道のプロの方たちなので正しい情報をきちんと知ってらっしゃるというふうには思いますので、そのあたりの情報をまず取り入れていただけると間違いが少ないんじゃないかなというふうには思いますので、ぜひちょっと参考にしてみてください。でただ販売しているその、まあ、ペットショップさんだったりブリーダーさんだったりっていうところでも、もちろんきちんとしっかりとした知識を教えてくれるところも当然ありますので、あまりおすすめしないそのペットショップさんだったり、というところについては飼い主様自身がしっかりと選択をできるようにしてください。僕が思うこういったショップさんではペットを購入しない方がいいと思いますっていうところを、ポイントとして挙げていきます。衛生管理ができていない、悪臭がするペットショップ、匂いが強いペットショップって、まあ、僕もちょっとねプライベートでお店とか行ったりするんですけれども、まあ、入った瞬間にうっと悪臭がするっていうことはまあまああるなというふうには思いますね。でそれでワンちゃんのとか猫ちゃん の、 そのゲージとかを見てみると、まあ、うんちがそのままだったり、まあ、体に汚れがついたままだったりとか、そういったようなお店さんっていうのはきちんとそのワンちゃんと管理等ができていないのかなというふうに思いますので、僕的にはあまりおすすめしないですね。生まれてから、56日例以下の、ワンちゃん猫ちゃんの販売をしている、厳密には49日例以上であればいいっていうふうになってるんですけれども、まあ、移行期間で今後生後8週例、56日例以上の、子犬子猫じゃないと販売してはいけないっていうふうに変わっていきます。動物取扱業の表記が正しくされているか、ワンちゃん猫ちゃんの販売をするためには、動物取扱業のその販売というものの登録が必要になります。市への登録っていうことになるんですけれども、これを持っていないっていうことは動物の販売ができないっていうことになりますので、しっかりとね、表記がされているっていうことは必要になります。
ここから先はペットショップの、スタッフの質のことだったり、お店のやり方のことになってくるんですけれども、まずペットショップスタッフのことからなんですが、正しい知識を持っているかどうかということと、例えばですけれどもチワワだったとして、この犬吠えないんですよとか、この子は毛が抜けないんですよとか、チワワってもともとちょっと吠える気質ありますし、で毛も抜ける時期って当然あるんで、これはもしそのショップ店員がそういうことを言ってるとしたら正しくないことですよね。本当のことをしっかりと教えてくれないような、そのペットショップのスタッフさんのやってるショップについてはもうやっぱりおすすめしないですね。あと僕これよく言うんですけど、あんまり好きじゃないんですけど、衝動買いさせるようなスタッフですね。買ってもらわないと明日にはもういなくなっちゃってるかもしれませんよとか、もう買って買ってっていうような販売をするスタッフがいるところはまたこれもおすすめできないのかなと思います。購入した後ですね、アフターフォローをしっかりしてくれるお店であるかどうか、これはねちょっとなかなか見づらいと思うんですけれども、僕が参考にしてもらえたらと思うこととしては、ワンちゃん連れで来店されるお客様とかがいたとして、そういう人たちの行動というのを見ていただきたいんですね。例えばですけど、ドッグフードの質問に来られた方、その方に対してアドバイス、接客ができているのかどうかとか、例えばあとは美容室に来るようなお客様がいたとして、きちんとですね受け答えをして、このようなカットにしましょうというような話ができているかどうかとか、あと普通にワンちゃん連れで来客したお客様のそのワンちゃんに対しての対応だったりですね、そういったところを見ていただけると、大体そのお店さんの考えというか、そういったものっていうのがその辺に出てくると思うので、お客様自身が納得できる対応をしているのであれば、このお店は信頼していいんじゃないのかなというふうに考えられると思いますし、そのあたりを見ていただけるといいんじゃないかなと思います。今日はね、ペットショップについての話、ペットショップでワンちゃん猫ちゃんを迎え入れる際のそのペットショップの見極め方っていうことでお話していきましたけれども、途中で出てきました、ペットを販売していないペットショップだったり、ペットサロンだったり、動物病院とかだったり、そういったところであっても、何らかのその忖度があったり癒着があったりということで、 100% 信用してくださいっていうことではないんですね。ですから見極めるの難しいって言われると確かに難しいと思うんです。ある程度ね、そういう目線を持ってペットを迎え入れるっていうことだったり、ペットとの生活を豊かにするっていうことを考えてみてほしいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。